はい、こんにちは、ジョマです。テクニクスのですね、SL7 ね、保有記録ということで作っていきたいと思いますけれども、先ほど開封の方をねしたんですけれども、音が出ました。で、物としてはですね、インシュレーターも全部ついていて、オープン、開けますってね、針もついていまして、音も聞けました。でこれはリピートみたいですね。ちょっとあの動画見ていろいろ調べたんですけど、ランプもつきっぱなしになってます。それで、スタートボタンを押すと、このように回転して針が落ちます。それで音がですね、こんな感じで出ますね。ベースと。それでですね、正式な挙動としてはスタートを押した後、スタートボタンを押し続けると、ここに2つ あるんですけど、これ2つつくんですけれども、進まないですね、これね。それからちょっとしたら音飛びなんかがしますんで、その辺が不具合なんだと思います。ジャンクで買ってますんでね、これはまあしょうがないんですけど、音出ただけね、優秀ですね。今動画見たら全く同じ症状が、ちょっと音飛びがしたり、これをしてもこっち行かないとかで、修理を詳しくですねやってくれてる方がいらっしゃったんで、そのリンクも貼っておきますんでね、それから先ほど開封の時、買うだけで修理しないんですかっていうご質問があったんですけれども、修理していきますけれども、今ね買うので忙しくて、たくさんジャンク品ばかり買い集めてるっていう感じで、欲しいものがねどんどん出てきちゃうんで、欲しいものいっぱい今買ってますんで、この後落ち着いたらですね、修理の方メンテ、逆にもう買うものがなくなったらね、修理とメンテを一生懸命やっていこうと思うんで、開封とかそういうのなくなると思うんですけれども、これもそうですね、音聞けるんでひとまず嬉しいんですけれども、ちゃんと進んだりね、ゴムベルトが中に入ってるみたいなんで、それ割と簡単に治るんじゃないかなと思うんですけどね、あと電気系統の方はちょっとね専門ちょっと難しくてわからないんで勉強していきたいと、ハンダなんかも買ってあるんでね、勉強したいんですけど、もう1年ぐらい、買いっぱなしでね、まだハンダ付けしたことないっていう感じなんですけど、やっていきたいと思います。ということで保有記録でした。ありがとうございます。はい。